はい、どうも、ウェケツのまちでございます。はい、どうも、ケンさんでございます。はい、というわけでですね、はい、もういよいよ紅白の投票が始まったんですよ。わお。まあ、前回の動画ではね、うん、なんだかんだ言ってましたけど、はい、まあ、やっぱ投票権あるんだったら投票してあげたいっていう気持ちもあるんで、はい、で今回すごいのが1端末で1回しか投票できないっていうちょっとすごいあれだったんですけど、はい、まあ、それを前にですね、うん、今回、まあ、うちら NGT ファンなんで、うん、NGT の今年達成した目標というのが、うんうん、もうサイトにアップされてるんで、はい、それをちょっとみんなで見ていこうかなと。あ、いいじゃないですか。思います、はい、はい、さあ、というわけで、まあ、NGT しか今回はね、はい、見ないですけど。そうですね、うん、まあ、じゃあ見ていきましょう、はい、じゃあ大滝さんからかな、はい、大滝さんの今年叶えた夢、はい、21歳になってずっとやりたかったお仕事、お酒の仕事ができました。おお、なるほどね。お酒ね。まあでも好きそうだよね。そうね。お酒好きそうだよね。どんどんだって ラーメンも好きだよね。そうね、ラーメンも好きだから。ラーメン好き、お酒飲んでね。もうお酒飲んでからのにね、なんかこう、なんだ、締めラーメン。締めのラーメンみたいな。最強じゃないですか。ちょっとあれやってそうですからね。もうしてるかもしれないですね。その辺で見るかもしれないですよ、こちら。そうですね。飲みなくはないですよね。ああみたいな。まあでもこれって成人になってる人じゃないと。できない仕事なんで、事件ですから、うん、そしたらね、確かに。なんで確かにこれは、ああそうだな、すごいね、いいね。うちらもお酒のお仕事やる、お酒のお仕事やる、ぜひオファーをいただいて。そうですね、ぜひ企業の皆さん、まあないよね。まあないだろう、ね、見てる人で。うちらだって絶対そういう関係の、うん、ね、お酒も飲まない、タバコも吸わない人だったから、タイプだからね、ちょっとないっすね。そうですね。お休暇は、おずっと夢だったステージ、うん、AKB48 劇場に NGT48 のメンバーと立てたこと。おお、そうね、これはもう荻生がずっと15期の研究生、うん、仮研究生か、うん、の時から頑張ってたメンバーなんですよ。うん、なんでその一回落ちてるわけなんですよ、うん、なんで多分そっからの NGT として政権メンバーとして、うん、AKB のステージに立てたっていうのは、うん、いや、荻生家でしかできないことなんで、うん、嬉しいよ。嬉しいでしょう ねこんな、まあ、NGT 一頑張ってるメンバーだと思うんですよね。小熊、うん、さん、つぐつぐですね。つぐつぐいきましょう。お、いきます。 NGT48 でフェスに参加させていただいた、いただけたこと、うん、ライブなどが夢ですごく嬉しかったです。おー、そうね、いいです。まあ、なんだかんだ言ってね、まだデビューしてないわけなんで、はい、デビュー前からそういうフェスだったりとか、はい、それこそね、いろんなところにライブ出てたんで、うん、それってやっぱすごいことじゃないですか。そうですね。まあ確かにね、うん、今年だからっていうことだろうね。うん、柏木さんかな、ゆきりんか、うん、あ、そうね、ゆきりんに関してはもう、そうですね、ソロで全国ツアーやってるんで、はい、新潟スタートだった気がするんですよね、確か、はいはいはい、今年のね。で NGT メンバーもみんな見て、うん、みたいな、勉強して もらってみたいな感じだった気がするんですけど、うん、自分的にでも印象深かったのは、うん、今年はランクインしましたライブみたいなのがあったんですよ、うんうんうん、その総選挙の、ランクインした組とランクインできなかった組でライブ同時進行でやるっていうライブがあったんですけど、うん、そこでソロでマックス時歌ってたんですよね。でそれの動画がこうツイッター上で上がってきた時に、はい、すげえ良かったんですよね、はい、ぜひその映像をちゃんとフルで見たいなって思う感じの、はい、なんだかんだユキにあんまり NGT として参加できてないですけど、うん、結構裏話ではね、研究生と正規メンバーが決まるってなった時に、うん、こう、なんだろう、完全に分かれるじゃないですか、研究生と、うん、でもなんかユキリンがわざわざ次の日休みだったからっていう理由で、うん、その研究生のレッスンに付き添ってみたいなのがあったらしいんで、まあね、NGT の劇場公演はあんまり出てないけど、うん、意外とNGT のこと考えてるんだろうなっていう、そうですね、のはあって、青山くんは移籍してくんねえかなと思うんですけどね。そうですね、最強ですけど。カドちゃんいきますかね。カドちゃん、カドちゃん、カドちゃん、お、今年叶えた夢は研究生公演を開演できたこと。ああ、そうね、研究生だけど、うん、研究生として公演ができたわけなんで、うん、まあ、それはやっぱね、うん、なんだ、最初できた時ってほら研究生公演もあるっていうどうかって分かんなかったみたいな、うんうん、それで言うとやっぱ確かにね、あの人数でよく頑張ってるなと思うんですよね、うんうん、
すごいわ。うん。で、カトミナさんですね。カトミナか。はい、カトミナは、あ、もう予想通りですね。あ、うちらも行きましたけど。そうですね。うん、地元新潟で総選挙ランクインということで。嬉しかったね。そうね。いや、俺正直入らないだろうなって思ってたんで、うん、やっぱ新潟開催で多分カトミナも、なんだろう、NGT 一応押されてたメンバーだったから、うん、まあ多分入れて安心もしただろうし、そうですね、その点は良かったのかなと思いますね。北里江さん行きましょう。北里江来ました、キャプテンですね。北里江さん、はい、行きます。東京ドームで始球式、始球式ノーワン投球できました、ハート。あー、意外と北里江それ持ってくんのかと思いましたけど、もうちょっと NGT メンバー全員のことなのかなと思いきや、そうですね、ちょっとまあでもすごいことだからね。そうだね、うん、確かにノーワンってすごい、うん、これでも北里江もすごかったんですけど、うん、やっぱレナポンがすごかったんで、うん、最強です、まあ、ちょっとあの北里江はね、あのあんまり話題にはならなかったんですけど、そうですね、ただ東京ドームで始球式やることってないからね。そうですよ、うん、うちらじゃ多分一生ないことじゃないですか。ないですね、投げられないし、その届かないし、そうですね、なんで、まあ、確かにすごいことだなと思いますね。素晴らしい、さすがですね。さすがキャプテンって感じですね、はい、アイニャですね。アイニャ、いきますよ、読みます、はい、2年前、ジンザガールズとして出演させていただいた公演に今年フル出演することができました。そうね、はい、そうなんですよ、うん、それこそ2年前、うん、アイニャとかに関しては前座ガールズとして劇場立ってたんで、うん、いや多分他のメンバーよりも感慨深いですよね。荻生かもそうですけど、うんうん、下積んできたんですよ、ね、そうですね、下積みがあるメンバーにとっては多分、うん、NGT に入れてすげえね、他より頑張ってきてる子が多いから、うん、まあ、確かにこれはもうそうだろうね。感慨深いですよね。だから、ね、はい、じゃあ次佐藤安寿さんですね。はい、安寿さん、はい、シンプルですね、自分を出せました。いいですね、顔がまた。そうね、まだ言ったら、ね、あの年齢低い方のメンバーなんですよ、 NGT で言うと。だけどあれだけこう公演で MC できたりとか、うん、確かに自分すげえ出せてるだろうなっていう感じではありますね、うんうん、字にも自信が感じますね。そうですね、かっこいい。なんだろうね、この顔に似合わずちょっと幼いところがある、うん、性格的にあるところがちょっと可愛いところなんだろうなと。ギャップね、うん、大人っぽいもんね、なんかこうやって見ると。そうですね、うん、だから今後さらに期待ですね。年齢上がってくると よりね、大人っぽさ増してくるので、うん、確かに確かに、はい、気になります。アンジュさんでございます、はい、じゃあ次はリコちゃんいきましょう。来ましたね、リッターン、うん、投げ、いやすごいね、いいですけど、ね、はい、今年叶えた夢、じゃんけんが弱かったか、弱かった私がじゃんけん大会本戦出場を果たし、大好きなさくらんぼのお衣装で大舞台に立たせていただけたことです。リッタンビーム、そうねこういうビームがあるんですよ、これ、うん、リッタンビームみたいな、サクランボマークみたいな、暗いタイプです。あ、確かに、だって NGT で2人しかあのジャンケン大会出れなかったんで今年は、うんうん、リッタンは多分それだろうなと思ってたんですけど、うん、絵が可愛い。そうね、絵可愛いっすね、リッタン見ると飛んできた、うん、リッタンらしさがよく出てる衣装でしたね。アイドルです、はい、リッタンでございました。はい、いました。レイニャーですね、はい、あ、なるほど、念願だった天使になる、天使になる、あ、なるほど、天使の尻尾ですねカッコのその追い打ちがいいですよね天使は一応そうですね、レイニャーの天使の尻尾なんてもう最強だと思うんですけど、ね、はい、なんかこう見えて結構いたずら好きな感じだけど、やっぱでもあの衣装ってこうブリブリな感じだけど、うん、似合うんですよね、やっぱ見るとね、うん、おかっぱちゃんいきましょう。おかっぱ、 NGT48 の初めてオリジナルソングができた。そうね、あ、いいですね、うん、マックストキですよ、マックストキ曲ですよ、うん、まあリクアも控えてるんで、うん、まあ、今年どうなるかなって、うちらもマックストキに投票しましたけど、うん、いい曲なんでね、本当に神曲って言われてるぐらい本当にいい曲なんで、うん、確かにね、これはしかもセンターなんでね、おかっぱに関しては、ね、なおさら思い入れがあるんですよね、うん、最初センターだった時泣いてましたからね、うん、
それを考えると今すげえ成長したなと思いますけど。そうね、はい、じゃあマウちゃんいきましょう。あ、そうね、はい、シンプルですね。シンプル研究生講演ができたと。シンプル、うん、まあでも研究生は研究生でずっと頑張ってるんで、はい、まあ確かに研究生は研究生で研究生講演できたのは多分すげえ嬉しいことだろうなと思うんで。はい、そうですね、うん、そうですね。あやかにさん、あやかに好きです。ケンさんが好きです。書いてない。読み間違えた。あの地元の関西でイベントをした時に凪市でセンターをした。おお、USJ ですね、はい、きっと凪市ね。凪市ね、もうだって関西色強いですもんね、喋りからしてね。あやかに関しては白い。そうっすね、白くて、うん、白いですけど。白きたリカちゃん続きますね。リカちゃんはもうこれでしょうね、はい、初選抜メンバーに入れたことと、うんうん、確かに結構早かったなと思ったんですけど、うんうん、まああの年末はハイテンションで行くんだろうなって思ってたんで、うん、予想通りというか、うん、この年末ずっと出ずっぱりなんで、うん、さすがリカちゃんって感じでしたね。素晴らしい、うん、リカちゃんがなんだかんだ一番冷やかしてる気がするんですよね。あ、うん、目つけてます、うん、やっぱショールームの力もでかいのかなと思います。あ、そうね、まあ推しとしてね、はい、来年も頑張ってほしいなと思いますね、はい、はい。さあ次続きますよ。あゆ太郎です。聞きましたね、二押しのあゆ太郎さん、はい、そうね、まあ、NGT 劇場オープンということでね、MGT のホームができて、うん、新潟から全国に時のように羽ばたいていきたいと。あ、いいですね、うん、あの初日 の, あの掛け声がそれなんですよ、うん、新潟から全国へみたいな、うん、時のように必要表現が新潟らしくていいですね。そうね、うん、時って意外と近くで見るとグロいけどね。そうですね。確かに確かに。まあでも白い鳥な感じもまあ確かにそう、ね、思いますけど、まあ確かに今年だからね、うん、今考えると今年だからね、 NGT 劇場オープンしたのね。そうね、今年の1月か、うん、激動ですよ。そうっすね、そう考えるとすげえなと思いますけど。大躍進だと思いますよ、本当に。まさか新潟にそもそもできると思ってなかったですね。嬉しかったですね、あれはね、うん、というわけでありがとうございました。いいね、うん、さあ次なら美波ちゃんでいきましょう。美波ちゃん来た、うん、いいですよ。NGT のみんなで突っ走れたことです、うん、2016年はたくさん夢や目標ができたので2017年は実現する1年にします。なるほど、ね、なんかね、他のメンバーと違って NGT みんなでっていうところがね、ちょっとみはちゃんっぽいなと思います。チームワークを感じる。そうですね、まあ、確かにまだデビューしてないながらも、うん、ね、あのテレビ番組出たりとか、うん、いろんなことやってたんで、うん、ちょっと支配人の力もね、やるな支配人って思いながら、うん、結構見てましたけど、はい、そうですね、来年もさらに活躍してもらえるといいですね、うん、いいじゃないですか。みはちゃんでございます。ガタ姉さん来ましたね。西ガタさんは、はい、メジャーデビューが決まったこと、はい、ずっと夢見ていた NGT のメジャーデビューがすごく嬉しかったです。あ、いいですね。まあ来年の春ということで、うん、ちょっとそれを楽しみに待ちたいなと思いますね、うんうん、はい。ガタね、ジンうまいっすね。うまいっすね、うん、安定感があります。そうっすね、大人メンバーとして頑張ってほしいなと思います、はい、ガタねでございます。ガタねですね、はい。ガタねの次は来ました、西村奈々子。来た、西村奈々子。投げのい。読みますよ。 AKB 劇場に立てました、うん、10年前父とたまたま見に行った AKB 劇場、時間はかかってしまいましたが NGT48メンバーとして2016年11月20日に立てました。次は正規メンバーとして立ちたい。そうね、うん、これ結構なんだったドキュメンタリーかな、ドキュメンタリーで出てたんですけど、うん、最初お父さんと一緒に AKB 劇場に10年前にたまたま見に行って、うん、そこから好きになったみたいな感じだったんですよ。たまたまでまさかその10年後に自分が AKB 劇場出るとわかんないっすよね。だからすごいよね。すごいことですよ。 それこそこの11月20日って出張公演だったと思うんですけど、うん、ね、すごいっすね、うん、そう考えると確かに、うん、じゃあレナポンどんな感じなんだろうな、うん、あ、もう王道ですね、はい、
これでもうレナポン見つかったみたいな感じだと思うんで、はい、読みます。はい、始球式をすることができました。見た、これ始球式の映像見ました。すげえよね。あね、女の子であれだけさ、ガチやね、ガチだよね。だから唯一の野球少女って名乗るだけのものあるなと。偽りじゃないよ。うん、これもうね、今後もね、それをキャッチフレーズにずっと、ね、なんかいずれ野球番組とかさ、あーいいね、うん、でそう、なんか今年もこう甲子園のいろいろあったんですけど、うんうん、来年もなんかさらにね躍進してこう野球のやつをいっぱい出れそうですよね。確かに、うん、ね、呼ばれそうだよね。うん、いいじゃないですか。ちょっとそれも楽しみですね。うん、はい、北日向、新しいことにたくさん挑戦できたこと、うん、ドラマ、テレビ、番組、CM、グラビアなど。そうね、日向に関してはまず日暮らしで、ね、ドラマメンバーだし、うん、あとはあれですね、あのかまぼこの CM、 あ、はいはいはい、うん、あれに出てるのが結構朝起きてると映像流れるんで、うん、新潟はね、うん、しょっちゅう見ますけど、うん、俺もたまに見るな、うん、そこですね、うん、新しいことにたくさん挑戦、多分AKB グループにいると多分毎年新しい挑戦しなきゃいけないこと多くなると思うんですけど、そうですね、まあ逆にねこう幅が広がるというか、確かに確かに、それで見つかることもあると思うんで、うん、ね、今後期待ですね。日向も、はい、2% で頑張ってほしいですね。はい、出た、ミーズ、あ、なるほどね、早速じゃないですか。ミーズ保育士資格取得しましたということで、先生本当の夢ですね、うん、本当の叶えた夢ですね。ガチなんですね。ガチなやつです、ね、アイドルとかじゃなくてね。そうね、まあでもそれをキャッチフレーズにこう入れてるんで、うん、もう今後もね、水先生として頑張ってほしいなと思いますけど。すごいね、うん、こんな先生やっぱいいよ。そうね、確かに最強度、保育されたいですけどね。いいですね。宮島ちゃん行きましょう。あやんやんですね。魔法本と手もでもの涙ができた、あ、うん、いいですね。マホホンとっていうとこまたね、そうね、名指しで、このマホホンとアヤンヤンの2人っていうのがこうすごい合ってるんですよ、うん、でもでも、うん、確かにそれはこうなんだろう、客観的にファンとして見てても、うん、ああすげえなと思ったんで、うん、確かにこれはいい、叶えた夢だろうなと思いました、ね、いいですね。うん、ウラクモちゃんいきましょう。出た、モフちゃん。モフちゃん来た、一人だけ。え、なんだこれ、有名なローストビーフ丼を食べることができたこと。さすがモフちゃんって感じですけど、すごいですね、食べる、食べっぷりがもう大好きです。食べたいですよ、俺も。ローストビーフ丼美味しそう。なんか一人だけ違うジャンルというか、ね、そうですね、グルメ、グルメ、そうですね、グルメ方向でね、いいじゃないですか。うん、そうですね、可愛らしい。はい、というわけでちょっと面白いですね、これ。確かに、これはちょっと、うん、こういうメンバーがいてもいいかなと思います、ね、確かに確かに、一人ぐらいね、うん、モフちゃんでございました。はい、ローストリーフいいですね。マンホンです。マンホンです。はい、パジャマドライブ公演でユニット曲テモデモの涙を担当。おー、シンプルでいいですね。まあ、マンホンに合ってたんですよね、うん、で、なんかこうメンバーからも評判が良くてですね、うん、こう歌ってる最中瞬きしないっていう、うん、でなんか自分では意識してなかったらしいんですけど、うん、そこがすごい良かったよっていうのがあったんですよね。今あのユニットシャッフルしちゃいましたけど、はい、マホンの今後に期待ですね、はい、うん、あ、そうね、夏のイベント48グループ初選抜ということで、あ、いいですね。これ USJ で唯一 NGT から一人だけノエピーが選ばれてます。すごいことですよ。うん、ノエピーに関しては何だろう、違う意味ですごい目立ってると思うんですけど。目立ちますね。だから逆にそれで有名になったと思うんで、うん、今後もこのキャラ崩さず頑張ってほしい。そうですね、急にあれ、うん、超清掃。まあ NGT のバラエティー班として頑張ってほしいですね。いてほしいですよ、この方はね。うそうですね、うん、はい、というわけでNGT メンバー全部振り返ってきましたけども、そうですね、どうですか、気になったのはやっぱローストビーフがね。そうね、ちょっとどうしてもローストビーフインパクト強かった、ね、すぎてね。でもみんなそれぞれになんかちゃんと目標があったりとか、そうですね、個性が出てね、やっぱ野球だったりとか、うん、ね、いろいろ NGT は多分結構いろいろね、あの支配人が頑張ってたのもあると思うんですけど、いろいろやれる幅がすごい多かったと思うんで、うん、来年さらにねデビューも決まってるんで、ね、うん、頑張ってほしいなと思いますね。はい、はい、というわけで次の動画でですね、うん、これを踏まえて、うん、まあ一人ずつね投票していこうかなと、はい、紅白、はい、投票していこうかなと思います。はい、はい、というわけで今回はこの辺で終わろうと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもケンさんでございました。
動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。